はい、こんばんは。アキラのゲーム部屋へようこそ、ラスクラ実況です。昨日ですね、スケルトン見事、リベンジ果たすことができました。おかげさまでですね、ほんとリベンジ果たすことができてよかったです。で、まあ、っていうかまあ、楽勝でしたね、はい。っていうのもね、今回ね、前の動画でね、一つ前の動画で、アークフラグメント、エーテリオン24個ぶち込んで、で、いろいろですね、アイテム、100% 報酬いろいろもらったんですけどもね、その中でね、これアクセサリーの、これね、命の指輪、これがすごくいい、ね。ディフェンス高くてね、HP 高かって、命の指輪つけてたらね、6000ぐらい HP あったから 10% の600がずっと回復しますから、うん。すごく、HP 減りませんでしたからね、本当持ちました。っていうかね、その後ね、こいつ、スケルトンね、この間、これ、超越者のゲートもね、短期じゃないけどもね、ぼーっとしたら全滅したんですよ。全滅したとか、スケルトンだけになったんですね。スケルトン短期で最終的にボス倒しましたからね。全然使えるわ、と思った。と、命の指輪ね、すごくおすすめです。命の指輪はね、どれで取れたっけな。命の指輪は、並び替えしましょう。AI エーテルで。この並び替えできるのって本当便利ですよね。ジャイアント3の 100% 報酬でね、もらえました。はい。なので、とてもおすすめです。まあ、レアなんでね、貯めやすいと思いますんで。ほい。ほいで。今日はですね、まあ、そんなアーク、エーテリオン24個ぶち込んでもあったし、この間ガチャをね、結構回しましたんで、アークのエーテルが溜まってるんで、アークフラグメントのね、回収をしていこうと思います。並び替えはね、標準でさせてもらおうと思います。ではですね、一個ずつ、並び替え標準で、チェックしていこうと思います。まあ、キラキラね、光ってるのがあれば、手数してやっていこうと思います。はい、早速もう、アルダン選手、キラキラ2個してますね。左端から行きましょう。防衛戦。楽譜まだありますね。ここ、真ん中。高級強化薬。はい。で、スワイプでね、横行けるようになったら便利になりましたね、ほんとね。ガイエスト集権さんはなってないね。あ、あるわ。はい。高級強化薬。バックして。バックしないと無理なんだよね。干渉にしてるとダメだ。海岸線の破線は今、ないね。ないね。はい。今日イヤホンね、もうできてないからね、音が僕聞けてないんですよ。ないね。レミもないね。グラナダ、80% やからあるやろ。もう回収したか？ないね。はい。はい。で、走行機種は 100% だったからありますね。左端から行きましょう。おぉ、楽譜表情。ここもまだ、楽譜まだあるね。で、真ん中。高級強化薬。大体高級強化薬やな。はい。フェアリーズフォレスト。なってないね。はい。聖火シュミライア。なってますね。金塊。何気に金塊は嬉しい。お金足りないからね。ベガンダはこの間やりましたもんね。100% でね。白銀石膏もやった。ソーサラエーデンも 100% で終わった。さあ、ジャイアントツリー。100% にしたけどないのかい。なさそうだな、おい。ないね。あるわ。あったわ。はい。危ない危ない。見落とすとこでした。あ、まだこれ一瞬だけか。街ですね。待たないといけないパターンのやつですね、これね。音聞かなあかんやつやな。ちょっと被るかも、音が。来ませんね。
きませんね。きた、うん、おー、リーナの魂7つも入りました。これ結構大きいんじゃないですか。シャメット、はい、じゃあ次行きます。魔女の住む家ないね。いっぱいあったからね。もうフォルニアの花もないね。魔女たちの魔獣たちの人80杯がないんかな。ないね。ラドムめっちゃ光ってんね。100%にしたもんね。ほい、虹の大小説まだあるね。青の大小説、今左行って右行きました。で真ん中行きます。おーい、おーい。まだあるね、やっぱね、新小石。新小石ありがたいね。終わったね。はい。新キロの里、この間取ったもんね、90% でね。ないね。クリスタルキャッスルあるね。光ってるね。どこだ？どこが光ってる？どこ？真ん中？あ、めっちゃ見えにくい。ど真ん中だ。はい、止まった。の割に大したことないんでね。白の研究所 100% なってるんじゃないです。雷宝石の後期もないね。はい、あ、待った。来ましたね、今。ちょっと音しましたよね。あ、ば、これね、右上の走り抜けるところね。一瞬だわ。ここね、ここ。ここ。はい、ロビンゲット。これね、取りにくいところですよね、この走り抜けるところね。やっぱね、隠し行く意味がやっぱありますよね。ないね、ないね。月下残明もないね。オールダナ来てます。教会でした。出したことない。まあ、30% だからね。魔獣ハンター、なってない。ミゼルもまだなってないね。60% この人ともね。乙女の祈りも、あ、来た。あ、もう待たなあかんやつね、これ。真ん中のこの女の子持ってるやつだわ。この特定のタイミングってやっぱありますもんね。おー、あるね、やっぱね、まだまだ隠れてるね、いいのがね。大霊峰来た。で、起源の英傑。なってないね。はい、メノン、なってますね。はい。ここ。プラナコース、大したことない。ないね。雷神。なってないね。ポムラムもなってないね。ブランバーガーもなってない。ブラッディームないね。イリュードなってますね。真ん中かな。まあ、いくらあっても足りない小石のかけらなんで嬉しいです。品質なってないね。ゴールドまだなってる。ここ金塊で、もう一個ここですね。おじさんの顔、ゴールムの魂。いや、はい、ノルレア真ん中になってますね。超級強火薬ですね、はい、超級強火薬は結構嬉しい。お、邪教神殿もなってんな。強火薬、お、金賞の眠る祭壇真ん中。
魔法の書、何気にありがたいよね。まあ、技能の書の方が今困るんだよね。グラナダリアはなし。来た。マルキュロディンね、100% になったからね、ありますね、真ん中が。あ、まだ光ってる。来た、エーテリオンアンダー。アークフラグメントで。ありやね。もう一個。来たー。マルキュロディンね、100% 報酬のね、アクセサリーもすごくいいからね。で、これで虹の使用石とエイディリオン入るんやったら全然ありですね。おすすめです。ね、その、スキルとかね、アークとしてはそんな使い切りはないけど。デローも来てますね。デロー、ここか。右下、ここ。骨。隠れ里ないね。ゼロへの亡霊まだないんですよ。多分 20% からだと思う。はい。こっから SS レアです。大天使の微笑特になし。動いてないからね。心情カルムの変わらず。レイニクル変わらず。レグニス号。ないね。ないよね。22% やかなんかありそうにしましたね。あった、来た。やっぱ。待ちのパターンやった。ちょっとまたパターンでしたね。20% 超えですね。このあたり。結構まだ隠しギミックもあるなぁ。ドーラの魂。でしょうね、だと思った。スターロードなし。ロンバリオン。なし。釈放波。なし。ボルジュオークなし。ライティーガなし。天聖の凱旋なし。マジャ大神殿の足。さあ来た。これですね。100% にした SS レア。いっぱい光ってます。どっから行こう。じゃあ女の子から。女の子の背中から。はい、マディンの魂。私持ってないからね。もう一個。マディンの魂。まだある。マディンの魂。15個来たな。これ。全部ね、マディンの魂が15個入ります。かける2だからね、緑ね。えぐいな。で、緑の大将。いやー、やっぱ 100% まで一気に上げると、豊作ですな。はい。あ、だ、カルディナね。で、カルディナがここ。10% でね。ここ。緑の大将好き。ほい。っていう感じで以上です。さすがに今日は豊作でしたね。で、やっぱ、週末の名声はね、やっぱ 100% まで一気に上げただけあってね、エグかったですね。うん。マディの魂全部で15入った。あと15あれば僕、マディンを呼び出せます。誰かくれ。ほんま。ね。という感じで、まあ、なかなか、で、やっぱり隠しギミックもまだまだありますね。うん。待ってたらね、やっぱ光るやつとかもあるんで。で、多分、昨日からですね、テレビ CM ね、ラストクライドで流れてますし、YouTube もね、バンバン CM 流れてますね。なので、これからね、やっぱユーザー、新しい子も増えたかもしれないですけども、こんな感じで、アークですね。アークのこのエーテルね、アークエーテル溜まっていくと、この画面上で、キラキラするところ、隠しギミックもあるんですけれども、待ったりしたら出てくるところあるんで、キラキラしてるところタップすると、こんな感じで結構お得なアイテム手に入るんで、忘れずに回収しておきましょう。という感じで、本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなど、お待ちしています。明日はですね、この間手に言いました、この、週末の名声のね、100% 報酬の流放送リフィア。あれのね、強さとか、効果とかのね、検証などしていきたいなと思います。それでは明日の動画もお楽しみに。